ゃあ今日の2組目紹介しましょう。この2名になります。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。2人が喋ってるのは上から聞こえてくるんで、僕の声はここから返して、まあ、普通に喋るんで、これを聞きながら会話してください。よろしいですね。それではカメラに向かって自己紹介をお願いします。アトミックチームの水内亮太です。よろしくお願いします。はい、亮太君。はい、はい。昨日焼肉行くったけど違うとこ行ったよなお前な。お焼肉本当に行きたかったです。いや本当あそこ予約取るの大変なんだからキャンセルするってのはマジで怒られたからな。すいません。はい、続いて亮太ちゃん真面目に行きましょう。真面目にお願いします、はい。アトミックチームの松田久志です。よろしくお願いします。はい、それでは15分から20分の時間ですが、よろしくお願いします。します。よろしくお願いします。さあ、今シーズン技術戦は結構過去チャンピオンが、皆様をジャッジするという異例なすごいイベントになりましたが、どうでした成績の方は。みそちくん。そうですね、まあ、僕は、まあ、何年か前に一回、まあ、5位だったっていう成績あったんですけど、それからちょっとこう徐々に低迷して、はい、去年は12位だったんですけど。あれ去年12位だっけ。はい。あー、でまあ今年また徐々にちょっと戻って、はい、5位だったんですけど。あれ今年5位。はい。あ、上がって下がってまた上がって。はい。あ、今回5位か。はい。おー、そらスポンサーさんもつくわな。いや、銀座？何言ってんですか。まあいいや。真面目な話いきましょう。真面目な話。はい、さあ、伊勢さん、今シーズン、はい、そうですね、ずっと最近は上がり調子で行ってたんですけど、今年は、うん、まあいつもは試合前にこうタイミングは試合前のタイミングで、はい、まあこう新しい感覚とかこう出てくるんですけど、今年はまあうまく噛み合わずですね、うん、順位を結果としては落とすようになっちゃったんですけど、まあ、試合としては大会の流れも、ジャッジもまあ新しいという、まあ、50回記念大会だったんで、はい、うん、まあ、コースとかも、ね、今までと違って、まあ、面白い大会ではあったと思いますけど、ね。まあ、でもね、私ももう数年 DJ やってますけど、今回はなんか良かったね。ギャラリーがに一体感があったかというような、あれスタート台から見てやっぱすごい、ギャラリーの量はどうでした。そう、まあそうですね、まあ、天候がね、まあ、いつもよりも、ね、まあ、いつもは、うん、まあ、いつもも悪いですけど、うん、今年は天気が晴れだったっていうので、うん、まあ、お客さんもずっと外で応援してくれたのもあるし、うん、まあ、1種目だけは歩いて上がってっていう、はいはいはい、あれも試合があった、歴史も残るね、うん、そうですね。で、まあ、映像とか見ると砂嵐みたいにね、はい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 、アイスバーンの雪でこう粒子の粗い雪が転がってるような、うん、中を歩いて、うん、上がってっていう、まあ、実はあれ 上に行った時お客さんがあんなに下にいるとは思わなくて、すごく力になって、まあ、頑張れた種目でもあると思うんですけど、うん、ね、あれ登ってる時はどんな気持ちでした。結構って感じ。そうですね、まあ、僕ちょうどサポートの人がいて、うん、板持ってもらったんですよ。それ言っちゃっていいの。嘘でしょ。お前贅沢じゃねえ。そのおかげで、うん、あまり疲れず上がれました。うわー、でもそういうメーカーさんがもしいない人は板を持って登るわけでしょ。北谷さん、自分で持って上がったんですか。僕は自分で持ちましたよ。それは当たり前じゃないですか。自分のマテリアルは自分で持って歩こうよ。後輩がぜひ持たせてもらいたいということで。そういうのもいいね、はい、後輩がね、勝ってほしいからという気持ちを込めて、はいはい、そっか、ずるいな。まあいいや。まあそんなですね、自分の足で登った、そして歴史に残る大会でしたけど、来年はもちろんさらなるステップアップを考えてるんですか。そうですね、さらに上を目指して、うん、もうスイッチは切り替えてる。はい。いや、昨日の銀座は嘘っぽいな。まあいいや。たまには。はい。お前ほんと喋ってて絡みづらいね。昔からそうだけどね。だからその時笑ってマイクを下ろすんだけど、マイクをつけたままそうですかとか言ってくれればいいんだけど、 そこで終わらせないでください。絡みづらいですか。やっぱ絡みづらいわ。サーフィン一緒にさ、これタイトだってさ、波待ちしてんだけど会話にならないんだよね。普段喋らないですからね。喋らないんだよ、はい、お母ちゃんの方がよく喋るもんな。そうですね、うん、
まあ久しぶりもね、もういい年だから、まあそうですね、ベテランと言われるあのゾーンに入ったんで、やばいね、はい、まあ押し出されないように、うん、まあ、同級生はまだ好きやってたりするから、うん、今同級生誰がいる、まあ、山田拓也、あ、拓也と同級生、そうですね、じゃあもうベテランの域だな、生はジャッジをしてるっていう、あ、なるほど、はい、まあこう複雑な感じだけど、まあ今ゴルフも今やってますよね、うん、はいはい、でやっぱりベテランの活躍っていうのは、うん、絶対あるんで、まあ、そこで若手と、まあ、セッションするっていうか、うん、試合でも、まあ、そのやり取りが結構面白いんで、まだ試合は続けてるんですけど、いやでもね、まあ、久しとねゴルフ来たけどストイックだよ、もうね、もう本当ね、俺お前いい加減しろな、お前ゴルフのプロトーナメントじゃねえんだからって言いたいんだけど、構えるじゃん、マスターさん視界に入ります。あんまりふざけてるとダメだよね、やっぱ何でもスポーツはね、いや、ふざけなくなってもうスコア良ければいいんだけど、つい真面目にやっちゃったよ、前半戦スコア悪かったね、スコア良くなってきたら急に喋り始めちゃってさ、まあ、マスさん、スキーの話をしてください、すいません、スキーの話をしてください、ということで、今年活躍できたのももちろんこちらのアトミックのマテリアルですが、こちらの板のご紹介を、いただければと思います、はい、はい、まずは、そうですね、今これ3つ3タイプ3モデル、こう持ってきたんですけど、一番そうですね、こっち、あの技術戦で使ったのは一このタイプですね、はいはいはい、X タイプ SX っていう、はい、まあ、SXX っていう、うん、まあ、技術戦でも使える、まあ、コンペモデルですね、まあ、技術戦普通デモモデルって選手用ってないんですけど、うん、アトミックの場合はこの選手用としてこの X タイプの、はい、スキーを用意してます、でこれ、まあ、実際に僕たちも SX っていうスキーを履いて、うん、コブとかショートターンですね、うん、は使ったスキーです、はい、と今マッスルさんの前にある、はいはい、水色のスキーは、軽量化を測って、まあ、コア材が違うんですけど、すごく柔らかくて軽いっていう、デモモデルの、まあ、これもあのテクニカルやクラウンですね、一級の方でも、うん、あの幅広く使っていただけるあのデモ用のスキー、いやじゃでもさ、どっち買えばいいんですかって言われたらどっち進めるの、そうですね、今マッスルさんの持ってるスキーは、まあ、オートマチックな感じがするんで、うんうん、あのミスターンを減らしたいとか、はいはい、あのなんていうんですかね、オートマチックにスキーが回ってくる感じ、しなやかな感じを出したいとかっていう方には、うん、そちらの SC とか AC っていう、タイプを紹介してますし、うん、あのコブとかで、うん、まあ、それこそストイックに滑っていきたい、うん、まあ、本当になんていうんですかね、大会を目指してるとか、はいはい、まあ、コンペのシーンを想像するようなイメージで、まあ、スキー選ぶんであれば、あのこちらの X タイプを紹介します。じゃあ俺が理解するにあたって1級ぐらいの人はこっちで、指導員以上でなんか、ね、狙ってるよって人はこっち、あのね、でもマトリックスで行くと、まあ、同じようなところにスキーがあるから、ね、うん、思考別でも同じぐらいのレベルの人でもこういう感じが好き、こういう感じが好きっていうので選んでます。マッスルさんに一番おすすめしたいのはこれ、真ん中の僕用の板があると。そうなんです、あのエスカレーターの踊り場のところに、うん、あの展示してあるすんごい弓になってるスキーありますね、はいはい、これは新しく出たアークプレートっていう、まあ、しなりとか、うん、あとは振動ですねを吸収するとかって、まあ、そういうすべてのテクノロジーを使って、あの弓ありますよね、はい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 、こうちょうど持ってきたんですけど、まあ、溝内くんこれやってみて、これおすごいおもちゃがありますか、あのこの中心の点があるじゃないですか、これ猫、はいはいはい、ここがあの見て、まあ、ブーツが置くとこな、ブーツっていうかビンディング、あのビスが打ってるとこなんですよ、うん、ほー、なるほど、このようにスキーが弓矢のように簡単にたわむっていうスキーが、ね、折れたりしないってことだ、大丈夫ですよね、体重あっても大丈夫ですよね、絶対大丈夫ですよ、ね、へえ、マッスルさんでも大丈夫、まあ、そこまで曲がるような弓矢になるようなコースはないから、まあそこまでいかないとは思うけど、でも橋と橋の間に乗っかっちゃったら折れちゃうでしょ、そんなことないもんな、マッスルさん折れないですよ、折れないんだ、折れないんですよ、いや俺昔のさ板折れた記憶が昔はやっぱり素材が違ったから、まあ、こういうしなりって出すの難しかったんですけど、今はチタンとかグラスファイバーとか、まあ、いろんな新しい素材使ってるんで、なるほどね、強度もしっかり出てるんですよ、ナチュラルライド、はい、まあ、じゃあ体重があって余計な負荷をかけても板に全てあの力が加わり返ってきてくれると、そうですね、いうことだね、結構今あの
デモ用かファットスキーかみたいな展開じゃないですか、はいはい、でこのスキーの場合はその中間、なるほど、うん、デモモデルでもあるし、うん、あのオールマウンテンモデルでもあるっていう、まあ、どっちの要素もあのこのスキーには入ってますよっていう、あのだからいろんなコンディションいけますよね、荒れてるところ、はいはい、新雪、うん、それからまあ整地ももちろんいけますし、うん、ミドルターンとかしてもらうとすごい心地いいターンができるんで、なるほど、いやでもこれお客さん悩むんじゃない、まあぜひ悩んでもらいたいなと、はあ、でもさゲレンデ行って一般の僕みたいなスキーヤーはこの板を欲しいから買いました、でゲレンデ行きました、リフト待ちでおこいつどこどこのないないんだけど、これじゃなくてあっちだよなっていうふうに思われたらどうしようとか思っちゃう人っているじゃん、まあいますよね、そういう時ってやっぱ安牌はどれっていうふうになっちゃうわけよ、3台買えないじゃん、マッスルさんだったら買えんじゃないですか、買えないってそういうことじゃん、まあ、そうならないように、うん、あのやっぱりしっかり売り場ではですね、あのスタッフがしっかりスキーの紹介をするんで、うん、はっきり言ってどのスキー選んでもらっても満足度は高いと思うんです、ね、そういうことね、はい、逆に私はこういうスキーをしてこういうタイプでこうなんだっていうことに対してセグメントしたものを2人選手が、もしくはスタッフが紹介してくれと、そうです、なるほどね、昔のね20年ぐらい前はこの板持ってれば絶対かっこいいっていう板を買う時代があったけど、まあシチュエーションに合わせていろんなマテリアルがあると、そうです、おでお前リュウトはどれ履いてんの、僕はこの X タイプです、 SX タイプ、まあ履いてみたいっていう気持ちはあるけどね、あの非常に試したいんだけどどうしたらいいかってやっぱ試乗会しかないよな、そうですね、試乗会これ試乗会もっとやってほしいな、あの春にはね、うん、石井さんの、まあ、ここの石井スポーツの試乗会も大きくやってますし、はい、うん、まあ、あの各会場で一箇所じゃなくて、はい、いろんなスキー場であのお店ごとにやってるイベントとかもあるんで、うん、それしかも行くとあの早期受注会、この今のカスタムフェアの割引チケットとかもらえるんですよ、はいはい、なるほどね、だからやっぱりそこに行って、まあ、情報最初にね、あのチェックしたりするとすごい有効ですよね、なるほどね、さあじゃあこの板に合うブーツというものが今ここに置いてありますが、これかっこいいですね、黒と赤、そうですか、去年から、はい、このレッドスターという新しい、うん、はい、今までレーステックっていうブーツで何年もアトミック、うん、出してたんですけど、去年からこのレッドスターっていう新しいブーツになって、はい、特にこの後ろの部分がカーボンスパインっていう素材を使ってて、カーボンいいね、今まで の、 あの素材に比べて約6倍ぐらいの硬さがある、硬さがあり軽さもありね、はい、でまあ、ターン中にポジションだったり、うん、安定感が非常にある素材なので、うん、後傾にまずなりにくい、なるほど、はい、お、あとはこう力のこう伝達が非常にこう足裏全体に、うん、ターン中に伝わっていくんで、うん、非常にこう滑らか、なるほどね、はい、これ初心者の方が突然これを履いてもちゃんと滑れる、全然滑れます、なるほどね、はい、へえ、いやカーボンはいいよ、実を言うとスキーの板でカーボンはないの、ある、売れてる、あのカーボンね、ちょっと一言もちょっと 別の話なんだけどサーフボードでサーフボードでカーボン今作ってんだよ、俺知ってます、やばいぞあれ、軽いですよね、あ軽い、テイクオフ早い、スキーの板の場合ってのはやっぱり雪面に対するのは滑走面じゃない、滑走面がカーボンになっちゃうと滑れないのかな、まあスキーとサーフィンのマテリアルの違いは大きくありすぎるけど、もちろんカーボンじゃないこちらもいいと思うんだけど、今後はその辺はなんか研究されてるのかな、アトリックは、いやカーボンはね昔から使ってるんですよ、あるんだ、だからスラロームのスキーとか反発が、はい、そういう使い方をするんで、うん、やっぱり問題はその強度とか、うん、で いろんな組み合わせでなんていうんですかね、今は結構異素材と組み合わせて、うん、カーボンの良さを出したりする、うん、ダイレクションにカーボンっていうのをやっぱり剥がれたりとか、いろんな問題があったりする、ね、強度の問題があるんで、まあ、アトミックの場合にはこれを樹脂とこれ実はかかとのところまでしっかり入っていて、かかとの
カップ自体をしっかりホールドしていくっていう、うん、サイド今のスキーってやっぱカービングターンとかレースは特にそうですけど、はい、スキーの後半抜け出すときにすごい力がかかるんで、うん、このトラクションを、まあ、靴が歪んで逃げてしまうっていうことをまあ防ぐんですね。なるほどね。そういう意味ではすごくバランスのいい靴になってるんですけど。なるほど。やっぱりお高いんでしょ。いやもう標準価格ですね、はい、今までのブーツと同じ価格帯で。なるほど、はい、まあでもこれ1個あったらもう来年再来年買わなくてもいいやと思っちゃうぐらいやっぱりね長持ちしそうなんだけど、大体どれぐらい持つもんなの滑走日数シーズン中、50日としたら。でも全然それ以上使えるんでしょ。どこで判断すればいいのかな、まあ、買い替えって。まあ一応品質こうコードがあって何年に製造で何年後にっていうのは、うん、一応あるんですよ、ルールが、うんうん、それでいくと、まあ、その日数が一応このブーツの保証期間というか、いうので今は、でも昔みたいにずっと履いてると割れたりとか、なるほど、そういうことは今そういうことはないようにいろいろ決め事があったりする。なるほど。まあ、そのようなですね、こちらのアトミックとなりますが、ぜひ、来年このマテリアルをつけた方々がゲレンデにたくさんいるとね、いいわけですよね。はい、はい、もちろんお二人はアトミック利用される方々も含めて、プライベートレッスンとかもやってるんでしょ。はい、もちろんです。その辺の宣伝はしなくて大丈夫。いいですか。いいよ、しちゃって、あと3分ぐらい、はい、夏の、おう、僕夏のキャンプがある。はい、ガーラユーザーに冬いるんですけど、おう、今年から何シーズン前からプラスノーっていうやってるね。はい、やってて、で、今年ピスラボを約 70% プラスのから、引き換えるんですよね。おで それでまた新しいガールユーザーが夏営業しますんで。要するにね、はい、ゴンドラ乗って、はい、山頂の景色を見ながら、はい、で雪がないけど山を滑ると。そうです。で温泉入って、はい、いや新幹線で帰って、はい、ガーラやばいなやっぱり、はい、酒飲んで、ね、一つはまた九州かなんか行くの。まあ、行きますよ。九州も行きますし、うん、兵庫県のスキー場ですね、うん、それから、今言ったガーラ、はい、丸沼、うん、まあ、その、まあ、4カ所、あと、まあ、中部地区にもあるんで、うん、そのスキー場ずっとラウンドしながらレッスンはやって。そして、この受付は個々のホームページから、はい、アトミックも含めてね、はい、はい、ということになります。じゃあこちらのね、ユーストリームを見てる、全国の皆様に一言、来年の抱負を述べてトークを終了したいと思います。それでは、レオタから。はい、来年は今年以上に、まあ、技術戦でいい成績を出して、まあ、自分のこうモチベーションも高めてい、きたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、これでコメントがバーッと入ってきたらいいんですけどね。しかし、カメラに向かって。はい、来年もまた頑張ります。来年はベテランが勝つ年にしたいなというふうに思いますので、技術戦優勝を目指して頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ベテランが勝つイコール、久志、そして拓也、あとベテラン誰がいたっけ。いたよな、竹原立てるもよりしな、まあ、それ、あー、片山秀人もね。さあ、ベテランが頑張ってもらいましょう。今回の総選挙のように若者にグーンと抜かれないように頑張ってくださいね。以上、アトミックチームの涼太君と久志君でした。ありがとうございました。ありがとうございました。